ファイトアライアンスアライブ実況プレイのパート8でございますと。はい。ということで、引き続きね、今回第7章ということで、主役が、ビビアンに切り替わったということで、魔族側ってことだよね。魔族ってか、妖魔になるのかな。まさかこんなね、マルチシナリオ的な進行するとはね。とりあえず、いろいろ漁らせてもらおうか。お。あら、何か起こっているようですね。何でしょうか。人間どもが揉めているようですね。だから、黒き流れの調査が必要なの。そのためには私の動力スーツのパワーアップが必要なの。だから私に援助することは、世界のためになるんだって。またそんなわけのわからない話を。だいたい黒き流れについて分かって何になるというのだ。商売になる話とは思えんね。黒き流れの外には別の世界があるかもしれないの。かつては遊歩であった国、失われた大陸があるかもしれないの。それがどんなに価値あることかわからないなんて。愚か者に説教は大変だわ。我々が愚か者だと。そう言ったわよ。このティギー・アルシュタインの言葉を無視するなんて、愚か者も愚か者、大愚か者よね。話にならん。ああ。分からずやだもめ。おお、面白そう。聞きましたか、イグナス。あの方、アルシュタインと名乗りましたよ。近親者でしょうかね。著作にはアルシュタインとしてありませんでしたし、あの方がそうなのかもしれませんね。あの女の子かですか。ほうほうほう。ちょっと一旦待ってね。先あさりたいんで。回復薬ゲット。ん？スナックバー。うん。あ、通してもらえねえわ。よろしいですか？私、ビビアン・ビン・エスメロートと申します。アルシュタイン教授とお会いしたくてここへ来たのですが、教授のお知り合いですか？ん？何？って、魔族。魔族風情が何のようなのよ。帰ろ、人間が。エスメロード家のご息女に無礼であろう。うーわ、偉そうなやつ。イグナス、失礼ですよ。こちらから尋ねる立場なのですから。しかし相手は人間。そんなことは関係ありません。さ、追いかけましょう。まずは謝らないといけませんし。謝る？まさか人間相手に。急ぎますよ、イグナス。魔族が全員がなんか人間を下等種族って思ってるってわけじゃないみたいなんだね。あら、いませんね。他の場所に逃げてしまったんでしょうか。いえ。確かにこの絵に入っていたはずです。この絵のどこかに隠れているのかもしれませんね。探してみましょう。隠れるって言ったらね。あ、こんなに隠れられそうなところが、ん？あ、この箱動かせそうですね。あら、機械の隠し通路発見ですね。お、じゃあ行きましょうか。いきなりダンジョン？行くとこ出んのかな。あ、ここからさらに機械進めるようですね。え、まさかお嬢様、ここを降りて進む気ですか。ええ、おそらく教授はこの巣にいるはずです。さあ、行きますよ、行きます。魔族である我々がなぜこのような。結構入り組んでんな。
降りれないじゃん。降りれそうなはしご見つけて進んでいくしかないか。はいはい。さて、大人見拝見。魔術使えるんだね。まずこれは魔術剣使えるけど、彼魔力そんな高いわけじゃない。魔力、腕力か、そんな高いわけじゃないんだよね。待てよ、まず一旦ダブルフォワードで、おお、不敵でねえぞ。いてえ、結構いてえ。グリモワールの剣になった。とりあえず。敵結構早いな、敵。アンパスさん。強い。解析 100% だ。どんだけ強化してくれるの？強っ。いや、強いな。アイテムドロップ。まあ、一時的な武装なんだろうけど、攻撃力結構高いのかな？彼腕力そんな高くないからさ。あんまり剣持たせてもって思ったんだけど。ビビアンだったらなんか、割と剣でもいいかもしれないね。あ、でも水切り覚えてんだ。意外と熟練度高い感じ。剣の資質はない。まあいいか。意味ねえ。はいはい。普通にこの剣だとダメージ量的にはどうなんだ？あー、全然攻撃力違う。一旦出さなきゃいけないっていうね、あれもあるんだけど。バイタルドレイン。あ、強っ。あー、やっぱ本領はこっちだ。なんかドロップした。
ワーカーグラブ。防御力だからな。ああ、いいか。あ、こっちにしよう。買ったのに装備しなかった。耐性は意外と悪くない。はい、こっちにしてこうしてでブロック。はいはい。いやー強い。まだあんな、だってこれだったらさ、この武器消耗しないってことでしょ？あ、ライトソードはライトソードあるもんね。まあこれだとさすがにやっぱ消耗大きいから、まあ結局これもね、消耗するんだけどね。解析率上げたいから使ってこう。いいね。強い強い。こっちはねえや。よし。うん、加減するとダメだな。倒すの時間かかっちゃうからやっぱあの剣出して殴るのが基本になりそう。縦の技覚えねえかな、イグニスの方。へい。ワーカーシューズ、ナイス。お金ちょっと足んなかったからね。こいつ武器系ともう一個どうしようかな。ステータス的何が高いんだっけ。集中そこまで高くないもんね。彼女にも盾持たせてもいいかもしれないな。体力高いもんね。タンクいけそう。体力だけだったらイグニスより高いんよ。ただ今回に限って言えば、ビビアンの方が、アタッカーとしてね、仕事しそうなんで、ブレードこれでいくけど。じゃあ、こいつも、こうすると？おも、でっけえな。あ、ちゃんと強いね。この二人、あんま武器関係なくね？
えい。なんかあんまり消耗してなくない？そういうとこ隠すんだっけ、これ。強いなぁ。うん。ライトソードめちゃくちゃ手に入る。宝箱どっから来たんだ。どっかから降りれたか。あ、ここっぽいな。結構な金額。あ、こいつなんか物理の取り割ると。あ、硬いね。こんなん普通の武器でやってらんねえな。いいね。これかな。魔術これガンガン使うわ。あと SP ガンガン消費しながら戦ってるのもんだから、 SP は早めに上限増やしたいな。なんでなるべく戦う。俺いい配置してんねー。うーよナイス。もう何なのよ。何なのよ、あんたたち。はい、私はビビアン・ビン・エスメロートと申しまして、それはさっき聞いたわ。おい、お前。イグニス、いいのです。しかし、お嬢様。先ほどは失礼しました。私は、アルシュタイン教授の著作を読み、その考えに非常に興味を持ち、ぜひお会いしたいと思い、こちらへ参りました。え？著作？魔族が？私の？何それ？ほら、イグナス。やはりこちらの方がアルシュタイン教授のようですよ。そうよ。今をときめく天才秀才大天才。ティギー・アルシュタイン教授とは私のことよ。なるほど。その年で教授ということは、どちらかで興味を取られているので？え？そんなことしないわよ、めんどくさい。自称ですか。それで話して、言ってみなさい、山族。おい、貴様。はい、それがですね。
私の黒き流れの解釈に興味を持ってね。ええ、非常にユニークな説でしたし、より詳しくお考えを聞きたくて。そっか。そうね。それじゃあんたたち、私のフィールドワークに同行させてあげるわ。まあ、それは素晴らしいです。ぜひお願いします。それでどのような？そうね。それは町の出口まで行ったところで説明してあげるわ。あ、その前に先ほどから気になってたのですが、後ろの鳥型の機体は何でしょうか？お、いい質問ね。これぞ私が開発した最高傑作の動力スーツ、スワンソング。モンスターと戦うとき、私はこれに乗って戦うのよ。ズボン。どう見ても黄色いアヒルにしか見えないが。でもどうやって運び出すんでしょうか。とても大きいですよね。お、またまたいい質問ね。これは、こうするなよ。これぞ陰術スワンホルダー。この晩鐘機のゴーグルで術を発動して持ち運ぶなよ。すごいです。物質を術でこのレベルに圧縮するなんて。そうそう。一度圧縮したスーツに乗るときは術で伸長して元に戻せばいいってこと。発想は我々魔族が移動時に使っているポータルとも似ていますね。人間の術の解析もここまで進んでいるのか。じゃあ、改めてフィールドワークへレッツゴー。え、仲間だったのかい。オールクスーツをゲット。ティギーがパーティーに入ります。おお。奥のエレベーターに乗れば上層部に登れるわ。HP は低いね。ステータスは？体力はやや高め。感性は普通くらいで、集中が高い。まあ、魔族じゃないんで、感性はそこまでね。重要でもないんですけど、集中高いってことは、陰術使わせたら強そうだな。で、装備は、あ、この子、大砲使うんだ。他のものは装備できないってことね。はいはいはい。マジでこれに乗って戦うんだな。ちょっとこの辺持てるのか。ってなると、結局タンクにはできないから、アタッカーなりサポーターなりとして運用していく形になるのかな。こうなると、陣形的にはこことここが逆。はいはい。で、これになると、サポーターはこっちにしたいから、ヒギ後ろだね。これじゃあ一緒だから関係ねえか。はいはい、トリニティシフト。はいはいはい。まあ、基本これでいいのかな？あとはまあ必要に応じて、これか、これかな？で、戦うことになりそうだ。で、風砲が使えて、陰術。武器はこの辺は全然使えないわけね。値切りとか持たせとくか。で、基本これで戦うんでしょ？オッケーオッケー。上層部へ。あ、そうか。ここに繋がっていたんですね。あ、よく考えたらあんたたち来るとき、あっちの端が降りてきたんだよね。はい、そうですよ。うわ、よくもあんな骨折りを。モンスターどももずっとあそこでさまよってるっていうのに。こっちに気づけばよかったのか。
景色の一部だと思ってた。まあ、多少ね、証文、ん？そういえば、一番大きな建物は何でしょうか。まあ、カジギルドね。この辺は鉱物が多く取れるんだけど、それ利用して武具を作ったりしてるのよ。いわゆるこの町の主要産業ね。あ、人間の文化に触れられそうですね。ぜひ行ってみたいです。今は別に用事はないんだけど、まあ、いっか。行ってもいいんだ。いらっしゃい。ってなんだ、ティギーか。なんだとは何よりリオ。あんたがカジギルドに顔を出すなんて珍しいじゃないのさ。で、後ろの連中は誰だい？あ、こいつらは私の下僕よ。下僕だと？イグナス、押さえてください。まあ、せっかく来たんだから、うちで武具の開発でも依頼していきなよ。もちろん、お代はもらうけどね。あと、ファイナルストライクで壊れた武具は、あんたが宿を取ってる間に、うちのサービスで直しといてあげるよ。あー、ファイナルストライクの武器壊れても、直せるんだ、後から。まあ、それはいつものことだけどね。あんたの夫婦はそこらで売ってないんだから、あまり頻繁に壊すんじゃないよ。あー、なるほど、なるほど。燃える世界で宿泊すると、カジギルのサービスで破損品が修理されます。便利。なるほどね。あ、バックラ売ってる。買っとこう。まあ、この層にいるうちは多分イグナスにね、パンクやってもらおうと思うけど、もしかしたら今後合流した時にね、新型立ち回りさせることになるかもしれないから。HP はね、イグナスも高いしね。はい。なるほど、なるほど。ギルドを結構うまく活用していくのが、なんだろう、ね。このゲームをやり込んでいく上で、重要になってくるのかな、やっぱ。はい。じゃあ、まあ、とりあえず今回はここまでにさせていただきます。次回、改めてね、そのフィールドワークに付き合ってみたいと思います。はい。では、アライアンスライブ実況プレイパート8、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。